札幌で映像制作をしています高橋健太と申します。この度、20分ほどのトゥルーフラワーというショートフィルムを撮りました。まあ、石狩でっていうのが、まあ、僕らの中での一つのテーマだったんですけれども、予告をまずちょっと見てほしいと思います。今になって12年前のことが噂になってるらしい。じゃあ見たんだ。これで気が済んだか。この映画のあらすじなんですけれども、まあ、予告見ていただいてもちょっとピンとこないかなと思うんですが、単純に言いますと、高校の頃にちょっとした事件をこの2人は見るわけですよ。でそれをずっと心の中にわだかまりとして残っているんですが、それをまあごまかしながらであるのか、忘れようとしながらであるのか、ずっと生活しています。である時、まあ、同窓会なんですけども、2人は遭遇して、やっぱりそれが気になると。であれは何だったんだということで、まあ、探しに行くわけですよ。ちょっとした日常のちょっとした一歩踏み出す、そういうことだけを本当に描きたくて、だから20分なんですよね。本当に些細なこと、それを描きたかったという映画です。この石狩なんですけども、この実は僕札幌に住んでるんですけど、結構近いんですね。ここから蓬莱の方っていうんですか、ずっと向こう行ったところに風車があったりだとか、あとまあ有名なのは丘のこうなんていうんですか、丘陵のところで奥に海が見えるだとか、あとその浜那須の丘、あれも丘の入り口のこう木の木道ありますよね。あそこだけじゃなくて、ずっと先まで歩いていけるんですよ。でその先端まで歩いていくと、もう本当に海と川と空が混じり合ったところがあって、もうすごい荒涼とした景色なんですけども、素晴らしいんですよね。でそこで撮影もさせていただいたんですけども、そしてこのショートフィルムの、先行でちょっと上映会をします。でその上映会をやるということを、その役者さん2人にちょっと宣伝していただいてますので、僕らの悪口を含めいろいろ言ってくれてますので、ちょっと見てください。どうも こんにちは札幌で役者をやってます江田幸寛です。小林エレキです。はい、ということでございまして、僕らですね、はい、今回このトリビュートトゥ石狩、石狩これに参加させていただくわけですけれども、はい、僕らはですねショートフィルムに出たんですね。そうですね、プログラムの中の、トゥルーフラワーというショートフィルムに出演させていただきました。これほとんど僕らだけ。そうですね、ほぼ2人の、ね、30分間ね、はい、これ石狩で撮ったんですけれども、はい、何か思い出ありますか。いややっぱりあれですね、うん、徹夜で、うん、徹夜でこう連れ回されて、うん、朝見た景色と、ね、景色の素晴らしさといったらもう、ね、あれはびっくりしましたね。しっかり帰れると思い込んでたら、朝まで行きましょうかって言われた時の、うん、2人の表情たるや、いやこのね、イベントなんですけれども、はい、3月の21日、はい、木曜日19時から22時30分までやるということで、はい、ぜひとも皆さん来ていただきたいと。これで、石狩の良さを存分に僕らと一緒に味わいましょう。はい、僕らの映画だけじゃなくて、石狩をロケーションとして使ったプロモーションビデオであるとか、ショートフィルムであるとか、あとそのイベントに石狩のご当地ヒーローのサーモンファイターとかも来るそうです。あと石狩バーガーのお店も出たり、8時半くらいから僕らの映画を上映して、あとそれの音楽を作ってくださったビル・ジェイという方もちょっとしたライブやっていただいて、主役の江田さんと小林エリキさんもいらしていただいて、この映画の、裏話であるとかいろいろ喋ってくださると思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。チケットはローソンチケットでロッピーで買えます。番号は14468、ローソンチケットにて発売。よろしくお願いします。